はい、どうも皆さんこんにちは、つんつんです。今日なんですけれども、ドラゴン目覚めの旋律がですねリミット解除されましたので、今回はサンドラですね改めて作ってみたので、こちら紹介していきたいと思います。で、サンダードラゴンなんですけれども、実はね、1日2日ぐらい煮詰めていて、最初はその援軍とかを入れたタイプのものを、薄いタイプのものをねやってたんですよね。レビオニアをしっかり出そうっていうことで、でそれをするとちょっと弊害というか、このドラゴン目覚めの旋律とか援軍とかいっぱい入れちゃうと、援軍打ったとしても落ちなくて、モンスターが、それがなんかちょっと渋いなーっていう風になったんですよ。で、じゃあ次はって思って、援軍じゃなくて黄金筆型でやって、これもしかしたら放送でやったかなだと思うんですけれども、それだと次はですね、ちょっと初動でレビオニアが出ないだったりだとか、まああとはその結局太陽電池面プラス雷鳥竜引いてるときはいいけれども、そうじゃないときはちょっと渋いだったりだとか、まあちょっと問題点があってですね、非常に悩んでたんですよ。で、この目覚めの旋律がリミット解除された恩恵を感じるためにどうすれば一番いいのかなと思ったときに、レビオニアを減らして、でレビオニアだった部分を旋律にして、で、その分リミット3を入れるのがいいんじゃないかなというふうに思って、この形になりました。で、こういうふうになっているのはもっといろいろ理由があって、今ランクマスすっごいネオス多くて、で実際ネオスは強いと思うんですよ。でネオス相手にサンドラがなんか肉壁で耐えるってなったとしても、耐えれなくてバーンダメージ痛すぎて、でしかも一旦に3体展開しないってこと全然あるので、トリケライナーも腐っちゃってどうしようみたいな、なんか思ってたサンドラが使えんみたいになって、で最終的にじゃあそのユベルに対抗するんだったらっていうことでこうなりました。で、ベトレイヤー入れたのは、僕はなんかサンドラ、最近のサンドラはベトレイヤー入れてなかったんだけど、入れたのはネオスフュージョンどうしても除外したくて、ネオスフュージョン除外してからレビオニアとか、まあアドバンスドラゴンとかもそうなんですけど、この辺とか当てないと、倒しきれないなってなって。で、ネオスフュージョン除外するための役割として、かつ初動にもなるっていう意味で、まあベトレイヤーが強いなと思ってこれを入れました。で、罠はネオスに対して有効になる大取り物だったりだとか、ネオスフュージョン打った後って、ディノミスクスで除外しちゃえばクルーガーを処理できたりとか、まあ、あと裏側にしてから破壊することによって、クルーガーの効果発動させなかったりだとかというので、この辺採用してます。というわけでネオスを重く見てるんで、エフェクトベーラーとか入れてないんですけれども、まあ別に環境によっては全然入れてもいいと思うのでこうしてます。で最初30枚にしてたんですが、で旋律とかもいっぱい入れたりとかしてたんですけど、まあどうしても事故が気になっちゃって、どうしても事故率を下げたい下げたいって考えたんですよね。でそんな時にやっぱ初動にあくまでなり得るのが、まあ正直ね、雷電流プラス雷鳥流とかあんま初動としてカウントしたくなくてってなると、やっぱ太陽電池、ボタン型で、黄金筆のこの8枚かなっていう、まああとは一応プラスアルファでその100雷プラス、まあ雷電とか雷電プラス雷鳥とか、100雷プラス旋律プラス獣とか、まあ雷鳥とか、まあその辺とかがあるかなと思ったんで、まあこういう風にはしてるんですけど、まあ初動率としてはちょっと低いけれどもっていうことで、こんな感じにしてます。でデッキ枚数も27ぐらいまで収めております。というわけで、実際のですね動かし方に関して今からリプレイ解説やっていきたいと思います。まあ先行の超理想的な展開作った後に、まあ正直その展開が毎回できるのかっていうと、まあこの展開は薄くしないとできなくて、薄くしてもでも率はそんな高くないんですよ。なんでまあ一応こういう展開あるよってのやった後に、まあ普通にボタン型セットから入って、例えばネオス相手にニフセを突破してキル取りに行く動きだったりだとか、まあなんかそういうプレイング面とかをね、しっかり話していけたらなというふうに思っております。で、まず超理想的な動きとしては、太陽電池面出して雷獣流落とします。で雷鳥流でこの雷獣流蘇生させることによって、太陽電池面が、イカズチ族蘇生したら、特殊召喚したらこれトークン出せるんで、このトークン巻き込んで1回リンクに挟みます。でリンクに挟んで、で、雷獣流が墓地に送られた効果で雷電流出します。でこの雷電流とかを巻き込んでトポロジックボマードラゴンを出すことによって、雷電流の効果で、100雷をサーチできます。で今回100雷引いてるので、雷鳥流を取ってきてって感じにしました。でサイクロン打たれるんですけれども、まあ、本来はねこのトポロジックボマードラゴンが特殊召喚、このリンク先、リンクマーカーの先に特殊召喚された時に、お互いのフィールドのモンスター、メインモンスターゾーン全部ぶっ破するっていう風な、超強力な、
効果があるんですよね。これをまあバストカウンターのタイミングで100来のサンダードラゴンで蘇生させてっていうのを考えております。で今回は先にサイクロン打たれたんで、蘇生させますみたいな感じで、相手が本当はここ展開してきたらバーンみたいな感じだね。で、黄金筆打ったんで、雷獣流で、ごめん雷電流で雷獣流回収、雷獣流で100来取ってきて、もう一回トポロジェクト1プラス100来の盤面作りつつ、まあ、何かあった時のためにボタン型をセットしておくと。で巨奪打たれちゃってトポロジック飛んじゃったんですよね。これが結構しんどくて、まあ盤面は変わっちゃったんですけど、一応まあ今回先行のね理想的な動きを話したかったんでこうしました。で、こうなってこれベトレイヤー引いちゃったんですよね。で先にベトレイヤー召喚から行った方が良かったね。あのこれなんでかっていうと、この100雷から出た雷獣竜がいると、あのここにいるとね、イカズチ族しか特殊召喚できないっていう縛りがあってリンク出せないんですよ。だから最初にベトレイヤーから行ってトライメアフェニックス作ってみたいなの方が良かったと思います。まあまあまあ、で、ベトレイヤー効果で除外しながら雷獣竜も作ってこう出していきます。で2体で、まあ、トレミスでまず1枚後ろ踏みたいなっていうことで踏みに来ました。で巨奪撃たれて、でまあ、あの一伏せだったんでね、まあさすがにこれ殴っていけば大丈夫でしょうということで、清掃を食らって、まあ殴って殴ってで、最後は100雷あるので100雷パカーして、殴って GG というふうな感じになります。こういうふうにトポロジックボーマンプラス100雷っていうのを作っていくのが、まあ理想的な盤面ではあります。ただこれはあくまでも理想なんで、まあこんなことばっかり起きるわけじゃないんですよね。で、それができない時のことを考えて、まあ罠とかをしっかり入れてるんで、まあじゃあどうやって対処していくねっていうのをちょっとやっていきたいと思います。相手はユーベル、ネオスユーベルですね。で、ハンドこんな感じ。まあ、正直あんま良くない。ベトレイヤー引いちゃってるし。ただ、ボタン型プラスディノミスクスっていうのは強いですね。で、竜魔道出てきました。で、これね、ユベルが普通に出てきた場合は、ユベルに対してディノミスクス打っていいです。ユベルが飛んじゃうと、相手は、正直ミラクルコンタクト取ってきても、手札にユベルとネオスどっちも引いてますかみたいになるし。で、こうやってネオスフュージョン打たせましょう。打たして、ディノミスクスを、使ってみたいな感じだね。で殴られてボタン型っていうのはこうリバースしたらこう太陽電池面出せます。でさらにワンドローできます。センター破壊されたらこれめちゃくちゃ強いんだよね。で、手札増やしていって、まずカオスベトレイヤーでネオスフュージョンを飛ばしていきたいですね。はい。で、雷獣竜の効果使ってみたいな感じで、ここでワーニングポイントを、吐かすことができました。で、雷電竜出してきて、ここから2枚のモンスターでトロイミアフェニックス出していきます。トロイミアフェニックス後ろ踏みに行きます。でさらに雷電竜効果発動、1枚サーチですね。で、雷獣竜を取ってきます。でアドバンスドラゴンを出していきましょう。選んで1枚破壊です。で、雷鳥竜で、雷獣竜蘇生させて、このままバトルで、アドバンスドラゴンは相手モンスター破壊したら、墓地からレベル5以上のモンスターを特殊召喚できるので、こうやってリソースを、循環させていくっていう風な感じになります。というわけで、こんな感じでですね、盤面踏み越えていくっていう流れになります。まあ、ベトレイヤーだったり、まあ、トレミスとか、トレミアフェニックスとトレミアユニコーンの、後ろに触れるカード直接触れるので、この2枚、プラスレビオニアになるんですけれども、まあ、正直トレミスとか出すと、割と相手はね、後ろのカードを吐いてくれたりとかします。なので、まあ、トレミスを通すってよりも、後ろをなんか剥がすみたいな感じかな。まあ、昔で言うところの、ダキにはサイクロンっていう、イメージです。ダキニで出せば1枚エネコンサイクロンできるみたいな感じのイメージです。はい。これもう初期勢にしか伝わらんな。ガチ初期勢にしか伝わらん。で、ハンドとしては、こんな感じのことも全然あったりとかするんですけれども、まあ、正直これ先行でこのハンド来たらもうしょうがないです。ごめんなさいっつって、デッキの上に、右手置きましょう。はい。どうしようもない。そういうデッキだし。まあでも、ちょっとこれは不運でもあるんですけどね。3枚しか入ってないカード2枚引いちゃってるし、1枚1枚のカードを、なんか、どっちも引いちゃってるし、まあなかなかこれは結構レア系ではあります。で、ブラッティマリーでワンドローさせてくれて、まあ結局トップでね、太陽電池面引けてるんで結局なんですけど、で、太陽電池面出して、雷獣量として、こうやって出していって、太陽電池面からの、トロイメアフェニックス。まあ、トロイメアフェニックスで、レビオニア最後、まだちょっとガメときたかったんで、これで後ろ割りに行きます。で、3枚で、強いのはバリロードラゴンですね。で、雷獣竜効果、雷合竜取ってきて、雷合竜出していって、
で、このまま殴ってきます。で、ここでキャラベイン撃ってくるじゃないですか。キャラベイン撃ってくるんですけど、これね、ここね、バリロードラゴンでこいつを打点500下げれるんですよ。で、さらに手札効果を使えばこのライゴールの打点が300上がるんですよね。だからキャラベインは1枚は相打ち取れるみたいな感じで、バリロードラゴンは殴りに行った時に相手モンスターを自分のモンスターにすることができるんでって感じで、ここ、このブラックホール打たれての展開ってめちゃくちゃあると思うんだけど、あのね、まんじゅうしか持ってるじゃないですか、相手がさっきサーチしてた。で、まんじゅうしかを踏まないためには、このトリックスターフェス打たれて、この3体埋まってる状態で罠使いましょう。これ、別に、あの、カナディアムでもそうだし、ディノミスクスでもそう。あの、埋まってる状態だと、まんじゅうしか出せないんですよ。で、ここで蓋をすることによって、相手はキャロベイン持ってたとしても、フィールドにトリックスター以外のモンスターが1枚いるので、キャロベインも特殊召喚できないので、キルまで届かなくなります。なので、トリックスター対面、特に月の書カナディア、どこで打とうっていう風にすごい悩んでる人がいるんであれば、このトリックスターフェス打たれて3枚並んだ段階で打つ。これを覚えておくと、トリックスターに対して、かなり良くなると思います。はい、まずひょいひょいひょいで、レビオニア出します。これレビオニアの効果使う必要は一切なかったです。どっちかというと、なんか闇属性全部除外しといて、あの手札1枚潰しに行った方が良かったですね。なんでかというと、アドバンスドラゴンで、まあ、まずここを破壊しに行くんですけど、選んで破壊で、で、一応ね、あの攻撃力の半分ポイントバーンダメージ与えることができます。で、なんでかというと、これ破壊耐性あったんで、結局ディンギルスに行くんですよね。で、このディンギルスに行って破壊耐性系全部処すみたいな感じで、このディンギルスめちゃくちゃ強いんだよね。絶対入れた方がいい。レベル8、2体並ぶことってこのデッキって、めちゃくちゃあるんで、なんで、最終的にはこのディンギルスで、めんどくさいモンスターを処理して勝ちみたいな感じになります。はい。なんかね、最近ね、パソコンがね、ちょっと調子悪くて、これサブパソコンなんだけど固まってしまいましてねもう一個リプレイ流そうかなと思ったんですけど、これは多分ね、あの、お亡くなりになったんで一旦リンクス終了しなきゃいけなくなったんで、せっかくなんで、お、いったね。まあでも、まあちょうどいいか、時間的にもちょうどいいんじゃないかなと思いますが、最後デッキレシピを見たいと思ったんですが、こんな状態になってしまったので、今日はこの辺で終わりたいと思います。どうもご視聴いただきありがとうございました。これもダメですね。はい参考になったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。